やそうやねんな、ネタ切れ、まあネタ切れやし、なんかいろいろお題あったから、まあこういう時があってもいいかな的な。皆さん私たちにお題をください。お題ください。ナンバー新しい夜明け大作戦の、ナンバー新しい夜明け大作戦のお題をください。え、いる変更いない、ここナンバー新しい浮気大作戦のお題をください。皆さん私たちにもうショールームのテーマがネタ切れ。ネタ切れですわ。だいぶ結構やったしな、何週も。それに何が見たいかって話して、それはそう、9期生の皆さんの紹介もそれやったんだよな、やったんだよな、やったんです。私たちもう結構な週やってるんです、うん、何週かね。何がいいかな、特技披露とかコラボ配信ね。コラボ配信はそのやっぱなんかできたらやりたいとは言ってたんやけど、やっぱその毎日やってるじゃないですか私たち、だからそのなんか時間の都合が合わへんとこが多分絶対あって、その最後に行くにつれて時間が合わへんのがちょっと難しくてね、できたらやりたいんですけど、できひんとこが絶対あるからって感じです。みんな忙しいし学校もあってね、私はまあ別にないんですけど、ないんですけど、何がいいかなマジで。なんかいろいろとしてるねんな今日は。ちょっと私は明日ナンバレティ公演なので、ナンバレティ公演の練習をしてて、ちょっとお腹が空いてきたのでコンビニに一回行ってきました。アメリカンドッグ、アメリカンドッグってさ、なんか久々に食べたく、なんか時々めっちゃ食べたくなるよねと思います。今日は昼ご飯もう少なかったのでちょっとお腹が空いてね。コンサートと仲良くて私もいいね。でもなんかあんまり今回のコンサートはなんかあんまり先輩との絡みがあんまなかった気がする。やっぱその今回は9期生曲が圧倒的に前の頃より前のレベル多かったので、9期生同士の絡みが多かったというか、9期生の、うん、でも私はあのやっぱりトゥインクルの先輩と仲良くなりました。うん、あんまり絡みあんまり浮かばへん。新チームの衣装で帰りたいチーム、そういうのもいいかも、それあり。でもなんか評論家みたいにならへん私ら、新チームの衣装。うん、入りたいチームはありかもしれへん。どんどんまたげとかもしていきたいですしね。私はジンクスがめっちゃ好きです。マジであれめっちゃ好きで、もう見ながら頑張って覚えてた。マジでジンクスめっちゃ好き。食べてるところ、あの私こぼすんです、こぼすからちょっとアメリカの紙の上に置いて、エンドロール出れなくて、ね、え、そう、あのエンドロールがライブにあったんですね、メドレーのとこで。でそれでエンドロール4人の曲なんですね。でそのアンジュさんとマイさんが誰、2人やったかな、マイさんがどっちかが
誰かがそのリクエストして、でそれでアンジュさんとマイさんとジオンさんとユキナさんがやってて、あれこれトゥインクルやのに私おらんくねってなって、でそれをずっと言ってました。ずっと言ってたらなんかジオンさんとかがわざと私の前で話したりしてくるんです、アンドロールと。ずっと言ってた、舞台裏とかエンドロール、エンドロール私結構やりたかったです、だいぶ結構だいぶだいぶやりたかったのにやらせてもらえませんでした。だからでも優しくてさ、アンジュさんたちも真ん中でやっていいよとか言ってくれて真ん中でやっていいよとか言ってくれて、いや優しいんですけど、私は袖から見てました。くっそやりたかったエンドロール、またいつかトゥインクルとかで、でもトゥインクルやったらあの4人でいいよな、別に今更なので私入れんでもめちゃくちゃかっこよかった。でもめっちゃかっこよかったなエンドロール、普通にあの袖から見ててやばってなった、めっちゃかっこよかった、ほんまにさすが。前のいやほんまにすねったわけじゃないんですよ、ちょっとおかしく言った感じです。喉乾く、あうまお茶。なんか私矯正してるんですよ歯の、ね、脱弾すぎる、私歯の矯正しててのマウスピース矯正なんですけど、今は外してるんですけど、ご飯食べるときは外してよくて、でそれでその普段はつけといていいんですけど、その透明やから色がつくんですよ、そのお茶とかジュースとか飲んだら、それでご飯食べたりしたら、だからその水以外飲めへんくって、そのマウスピースつけてるとき、だから水ばっかり飲んでたんですけど、なんか健康ちょっと最近健康マニアみたいになってて、健康にちょっと気を使ってるので、あの健康にいいお茶を買いました。だから美味しいお茶久しぶり飲んだかも。いやその家ではお茶飲んでるんですけど、ご飯食べるときとか。何これ、麦茶、これブレンド茶、美味しい、なんか麦茶みたいな味。私んちは緑茶です。 NMB に入れるようになったら、確かにそれいいかも、それいいかもしれない。そんな話なんか下着するんだけどな、なんか下着するけどいろいろ混ざってんのかな、なんかもう覚えてない、下してないかな、知ってなかったらいいかもしれへん、いろんなとこで話してる、話してるとは思うけどいいかも。なんか最近めっちゃ肌荒れてんねんな、鼻が皮めっちゃめくれてる、めっちゃ久々にメイクしたし、しかも自分で違うけど、そんな久々じゃないけど、今日は新しいカラコンです。なんかでもちょっと思ってるより黒かったかも、まつげめっちゃ綺麗、それの最近まつげマスカラをちょっと変えたんです、マスカラ変えてマツパ行きました。あちょっと松葉行って、でもなんか最近まつげめっちゃ抜ける、なんか乾燥してたらまつげ抜けんのかな。楽しそうな踊り方好きです、やったありがとうございます。明日も楽しそうに踊るんでぜひ来てください、ナンバラ行っていこう、マジナンバラ久々、1ヶ月ぶりってそんな久々じゃないか、1ヶ月ぶりなんですけども、ですね、あのめっちゃ忘れてました、さっき1回やったんですよ、全部で1回全曲確認したらもうほぼ忘れてた、もう振りとかも忘れてたし、立ちなんか1個も覚えてなかった、やばいです。ほんまはもうこの配信終わるまでに、配信始まるまでに全部終わらせたかったのに全然終わりませんでした。また配信終わってから練習します。
練習して帰ります。みんなが休憩のみんなが公演やってる間に私も練習します。だから一緒に公演出てるようなもん。マジで公演もっと出たい、公演もっと出たいです。私は休憩公演、私あの先月自分自ポジ一回もやってないんです。休憩公演の自分のポジション、私自分のポジションやっぱその愛着があるというか、やっぱりそのカモネギやったり、あの舞台に一人になる瞬間は私だけなんですよ、あれカモネギと。あそこやっぱちょっと極めていきたいのに1ヶ月やってないっていう。なんならレイナの方があそこやってるんちゃうかってぐらいやって、先月は全部2番手やったから、まあどこでも嬉しいんですけど、公演出れたら。公演出れてないっていう、全然公演に出れてないっていう。公演に皆さん私を公演に出してください公演出たいよ。明日出るんですけどね。まあでもあれなんよな、やっぱもう組閣あるから、もう組閣何新チームになるから、今から覚えることも覚えれへんし、組閣してからやな。私も早く新チームまたぎしたい。まだ何も始まっても気早いねんな。私マジでもう暇な時間が一番嫌なんです。あの分かります。私もうほんまにずっと忙しいんです。ずっと忙しい状態がいいんです。あのずっとなんか追われ続けてるっていうか、ずっと追われ続けてるのがいいんです。覚えることとかやることに追われ続けてるのがいいんですけど、なんか今一回そのライブも終わって落ち着いてる期間じゃないですか。もう私も今ほんまになんかもう逆に苦しいんです。あのもう価値ないぐらいに思っちゃう。もう今の価値ないぐらいに思っちゃう。ほんまにもうなんか欲しい、なんかくださいって感じや、ね、なんやろ。昔から割と習い事とかも週にバーって詰まってるタイプやったんですね。昔から月曜は塾行って、火曜日はブラスバンド行って、水曜日も塾行って、木曜日も塾行って、金曜日も塾行って、土曜日も塾行って、日曜日もブラスバンドみたいな、で木曜日バレーみたいな。なんかほんまに昔からなんか1週間に1回しか休みがなかったんです。習い事いっぱい入れてて、塾とか習い事とかいっぱいやってて、で休みがほんまに1週間に1回で、その日はめっちゃ遊ぶみたいな感じやって。でもその今はもう学校もないし、習い事もしてないし、なんかもうほんまに覚えることなかったらなんもないんです。なんもないことはないけど、なんか追われたい。はあ、マジちょっともうお願いします。ほんまにもう私休みない方がいいんですけど、もうお願いします。皆さん私に仕事をください仕事をください違うけど、ジンクス覚えてほしい勝手に確かに先にもう3曲覚えたから確かに、まあ自分で見つけてやることですね。なんでも私もなんか、まあでもなんかやらないといけないことはあるんですよ。なんかやろうと思ってることはあるんですけど、なんかそれ以上になんか期限を決められて終わりたいっていう、もう意味わからないですけど、言ってること意味わからないですよね。ほんまに言ってること意味わかんないんですけど、まあそんな感じなんです。ね、また夢中ライブ公演もまた出てきて、私そう趣味ないんですよ。私趣味ないんです。そうや、私がなんでこんなあのやることがなかったら暇なんやっていうのは、私趣味がないんです。普通に趣味ないですわ。私マジで趣味なくて、もうだから踊ってなかったら捨てことない、マジで。
なんか YouTube とかもあんま見なくて、かといってなんかテレビとかドラマとか映画も見ないんですね。何してるんですよかね私。マジ何してるか分からへん自分が。休みの時ほんまに寝る以外ない。最近はポケモンスリープにハマってます。ポケモンスリープ楽しい、めっちゃ楽しい。でもあのあんまりアプリ内ですることないからそれ終わった暇になっちゃう。でもやっぱみんなの休みの日はドラマとか見たり YouTube 見たり、なんか好きなゲームとかさ、なんか漫画読んだりとかみんなあるやん。そういうのほんまないんですよね。なんかほんまに私マジで飽き性すぎて、まあ趣味ないのも飽き性なのが原因やと思うんですけど、マジで飽き性すぎて、あの何ドラマとかアニメとかも1話まず全部見れないんです。漫画とかやったら割と結構集中して読めるんやけど、マジドラマとかアニメがもう耐えられへんのね、じっとしてるのが。いやマジ趣味見つけた方がいいかもな。でも昔から割と趣味はない気がする。なんかもう勉強とかしようかな。勉強とか見てください。チーズボール食べてます。揚げ物パーティーする。勉強とかなんか資格とか取ろうかな。なんかありますよね、なんかあのなんか紙なんか刺してみたいなやつ。あんま分からへんけど資格とか取ろうかな。私大学とかも行ってないんですよ。ちょっと勉強マジで私趣味探したい。ほんまに趣味探しのためで言わん。趣味ないやろ。ちょっと趣味思い浮かばない。あ、49分。いや趣味って難しいな。うーん、なんか私携帯触るのも触ることないのに触っちゃう。なんかもうだらだらずっと TikTok を永遠に流れてくるのを見てるとか、あとはポケモンスリープ。可愛い曲の評判めっちゃいい。ほのび、それは嘘それは大嘘すぎる。すぐおっさんって言われます。先生におっさんみたいって言われます。うん、みんなのライブ映像見ようかな。ライブ映像ね。でもなくなった。私ライブ映像まだ今回のやつなんか見方わからへんくて見れてない。みんなに見方教えてもらおうと思って忘れてた。
フレアマジツイッターで評判良かったよ。いやそんな私見てません、一個も一個も見てませんよ、そんな評判いいこと。そやスクショして全部送ってくださいそれスクショして私ね全部送ってください。でそんなツイート見てない。どうやって見つけたらいいんやろなんかライブの裏話とかライブの話しようと思ったの忘れてた。 CD とか生出し集めてみるかも。ああ確かに、なるほどね。やっぱそのさ、なんか好きなさアイドルとかがおったらさ、そのそれを追うことが趣味やんか、なんか趣味になるけど、私そういうのもないし、今好きなものっていうのがないんよな。どんな悲しい人生送ってるんマジで。いやそんなことないんですよ。だけどマジ好きなものがない。好きなことあるのも趣味につながるもんな。私今好きなことそういうマジあんまないからな。踊ってて楽しい曲、踊ってて楽しい曲なんやろ。踊ってて楽しい曲、踊ってて楽しい曲全部楽しいけど、やっぱでも好きな曲中の曲とか楽しい曲は楽しいそんなアバウトなことある？全部、まあ、踊ってたら何でも楽しいです。やばさとかファンのセット見たりする？私あんまりしやへんかも。なんかほんまに私携帯触るけどぼっとしてることがなんかほぼやから、あんまなんか気づいたら見るかも。気づいたらまず私ツイッターはあんまり開かへんかもしれへん。一日そのツイートするときぐらいしか開かへんからツイッター、そん時に見るか見やんかぐらいか。なみんなこっちこっち、みんな全部見てた投資で、でも満足しちゃった。満足するのあっち行け、あっち。それで明日私もあっち行くよ。でも俺もすぐ今から配信するバイバイちゃうねん。このピークラブそんなんちゃうねんけど、立候補のピーしたいです。このピークラブやめて、タバコクラブみたいな一緒に帰ろう今日。いいよ、ご飯食べに行こう。いいよ。それはえほんまにそれちょっと嘘や、俺どこかに乗るそれちょっと嘘のつもりやった、うん、前ご飯食べに行こうって誘ったら断られました、ゆきのに。急すぎるよ。急やん、なんかさ急じゃないと行かへんやん。だってご飯とかってさ、このピークラブマジおもろい。次の朝の担当者は多分テンナ、テンナやったっけ、うん、テンナです。ちゃんと昨日の夜見た、いつも見てないからテンナです。テンちゃんです。ユキノと遊びに行きたいな。遊びに行きたいな。いいよって言ってんじゃん。だからいつ行く？いつでもいいよいつでもいい。10月入ったらにしよう。10月入ったらって絶対一生行かへんからマジで。なんでだって10月の最初の方が遠いよいいよ絶対でも行かへんと。天の誕生日を兼ねて話でおもろ本人不在の生誕祭やん。それおつ飲んできてる最悪最悪って言うのねおもろい。おつ飲んってなんなんマジで。今日も一日お疲れ様っていう意味。それは分かんない。え、そんな今日も一日お疲れ様っていうのが入ってんの金も何で何その略し方。おつゆきとかにしたのに、おつのショールーム見てる私の私のたるショールーム見てくる。おつゆき今何時？55分。あ、55分。いい時間いい時間。57分だったら教えて。やった。57分の誕生日にします。何笑ってんの。練習しに来たんだから練習しろよでも私も来て1時間ぐらい TikTok 撮ってた。ひどっ。 TikTok 撮りました。これさ、髪さ白くなんない？うん使ってる？うん髪白くなんない？なんか近すぎたらなる。
ケープと同じ現象ね、うん、今のドライシャンプーの話です。その会話好き。今のその会話、え、今のってその会話、うん、私結構声高いアイドルやん、ちゃんと虫よけのニュース最低。これ買ったの今日、ね、置いてあった、ツヤツヤになるスプレー、髪の毛。いやでもなんかこれ TikTok で見たの。私 TikTok とかリップスとかめっちゃ見るから、ちゃんと見るタイプで、うん、ちゃんと買うんですけど、ちゃんと買う。なんか最近はあの髪の毛サラサラにしようと思って今日から頑張ります。今日から髪の毛サラサラにする。57分だよ、ありがとうございます。じゃあ大丈夫しまーす。あー大丈夫しまーやあかん、大丈夫します。13位スティッチさん、ありがとうございます。12位スナキンさん、ありがとうございます。11位エマピーさん、ありがとうございます。10位高政さん、ありがとうございます。9位ポッポちゃんさん、ありがとうございます。8位ボンジュールさん、ありがとうございます。7位つるちゃんさん、ありがとうございます。6位たっちゅんさん、ありがとうございます。5位みくさん、ありがとうございます。4位まことさん、ありがとうございます。3位ともたんさん、ありがとうございます。2位ここみこさん、ありがとうございます。1位野原しのすけのすけさん、ありがとうございます。次の担当はてんなちゃんです。でこの後は6時この後終わってからすぐにルームスに切り替えます。ルームスに配信します。なんか全然期待、ルームスで配信します。ルームスではライブの裏話とか冠ライブの話とかそういう系の話をしていきたいと思います。てんちょろです。次の配信はだからあのこの後ルームスに集合で、だニッコホノピー主体に集合でお願いします。もう6時ですか。いいな、もう6時、まあいっか、6時な気がする。だからまた後でルームスでお話しましょう。まあすぐ後でっていうか、58分まだやった全然、はい、あと何話しようかな。ルームスでまあいろいろ話します。冠ライブもあったしね。髪の毛伸びたくね。あ、もう長袖デビューした。今日長袖デビューした。一緒、なんか電車の中とか寒かったけど、うん、イエーイ、踊る時だけ脱いだ。あ、それ。まあ次のテーマ楽しみにしてください。ちょっと考えます。私考えます。テーマあと1分。お、あと1分、最悪やん、変なコールあれ、ちょっと待ち、お待ちください。あ、これです。昨日の、はい、あの TikTok で TikTok 見た、昨日の私の見てない、最低。これこれレイポンとお揃い。昨日の TikTok で登場したリップ、レイポンとお揃いです。これおすすめです。ちゃんと紹介しろよ。これレイポンとお揃い。たまたまやねん。これこれいいです。これ良き。もう6時かな。じゃあ皆さんこの後はリッコホノピー主体に集合で。Go。ありがとうございました。